はい、12月16日です。はい、土曜日ね。テントね、もう今日天気が悪いんでテントです。はい、やっぱね、最近世の中暗いんで、明るくしました。明るすぎ。はい、こういう感じで、雨降ったらもうね、この店壊滅的なんで、まあ、一応カバーとこうテントテントがね、もうこれがね、なんかストッパーが壊れてこうなんか急にパターンってなってくるので、ということで、あのクラウドファンディングで、まあ、テントをね募集したわけですよ。はい、でそれで、まあ、結果発表ですけど、僕が映りたい僕が映りたい結果発表します。結果発表、はい、じゃあ結果発表します。4万8900円の、まあ、目標金額に対して、7万5000円達成しました。支援者は54名です。はい、で今回はまあリターンとして、あのオリジナルの缶バッジをプレゼントします。缶バッジね、これがなんか80個ぐらいちょっと送らなきゃいけなくて、今ちょっとね足りなくて今頼んでます。これは準備できして、リターン、あ、なんかね、一応住所とか、あの名前とか、あのこの管理画面にあったので、その人たちにまた発送します。はい、で今度からちょっとやっぱ在庫をなんか入れなきゃいけないから、もし今度クラウドファンディングするんだったら、まあ、店頭とか、オンラインショップで使える、まあ、お買い物券、例えば2000円とか3000円分にしようかなと思います。その他の在庫を入れなくていいから、なんかこの動きが少なくていいかなと思って、はい、で今回7万5000円入ったんだけど、実際は1万5000円このキャンプファイヤーというところに、手数料で払って、実際僕の手元に残るのは、まあ、6万円ぐらいでも、このバッジがいくらだと、まあ、実際多分3万円ぐらい、まあいいんです、1円でも多く、ありがとうございます。はい、それで今からテントを注文します。ポチッと、はい、テントを注文するんで、みんなでねテントを注文しましょう。はい、1バイト、ちょっと後ろが汚い、後ろ汚い、うん、なんか桜井さんがもう店いるとか言って、もう店います。ということで、テントがこのね、もうこれって決めてるんですよ。見てください、名前、みんなのテントで、お店の前は、測定すると、横の幅が2メートルで、縦がね4メートルあるので、まあ、2個注文できるんだけど、まあ、試しに1個だけにします。これの 2×2 をね、色はグリーンにして、ね、文字は入れないことにします。入れるとまたちょっと悩んじゃうんで、その分重し、これをちょっとね買おうと思います。緑にしてカートに入れると、あと買い物を続ける。よし、これで合計金額が、3万4890円ということは、1万6000円ぐらい、ちょっとね、ちょっとお金が余っちゃうんですけど、そういうのはちょっと次なんかお客さんにプレゼントできるラジコン買って仕入れたりとか、そういうようにちょっと有効活用していこうと思います。僕のポケットマネーって、セブンイレブンでシュークリーム買うとかそういうのしませんからまあ証拠が残んないけどね。これで希望日、おもうすぐ来るか、24日に来るのか、25にしようの午後、はい、じゃあこれでお会計を進めていきます。はい、とはい、ということで、注文しました。これが届くのが、12月25日クリスマスの、まあ、14時から16時になります。いやー楽しみだこれ。ということで、ということで、この場を借りて、今回はありがとうございました。はい、で次回もしやるとすれば、ちょっと移転するときにちょっとクラウドファンディングやったりとか、
あとバイクロは12月に出店する、まあその時マクラとは苦手だけど、ちょっといろいろずっと考えてるんで、また皆さんの力を貸してください。それで皆さんの力でこのお店をいいお店にしていきましょう。はい、じゃあ終わりです。はい。